サラ・フレードリカ・ショーストレムは、スウェーデンの競泳選手。ショーストレムは、ショーストロムとも表記される。ストックホルム県、サーレム州まで。オランダのアイントホーフェンで開かれた2008年、ヨーロッパ水泳選手権に14歳で出場し、女子100メートルバタフライで58秒44で、金メダルを獲得した。その準決勝では58秒38というタイムを、記録し、 一年前にアンライコールカリン・キャンメルリングが記録した58秒71を破り国内新記録を樹立。同年の国内選手権でも58秒55を記録した。北京オリンピックでは100メートルバタフライで27位に、100メートル背泳ぎに29位につけた。400メートルメドレーのスウェーデンチームにも抜擢され、決勝まで勝ち上がったが、決勝では、 最終泳者のヨセフィン・リルハーゲがうまくスタートを切らなかったため失格となった。2009年世界水泳選手権の女子100メートルバタフライ準決勝でショーストレムは56秒44を記録し、オランダのインヘデブルーインが9年間保持した世界記録を破った。さらに翌日の決勝でも56秒06でゴールし、自身の世界記録を更新して金メダルを獲得した。 ハンガリーのブダペストで開かれた2010年ヨーロッパ選手権でも女子100メートルバタフライで金を獲得し王座を支出した。2016年のリオデジャネイロオリンピックでは100メートルバタフライで金、200メートル自由形で銀、100メートル自由形で等と3つのメダルを獲得した。WR 世界記録、NR スウェーデン記録、RH リレーの予選の第一 SF 準決勝、ありがとうございます。